本日はですね、法律そして政治をテーマにした映画を7つの作品ご紹介したいと思います。こちらは法律をテーマにした映画なんですけれども、こちらです。キューティーブロンド。6位はですね、こちらも法律、まあ弁護士関係ですね、私の中のあなた。はい、そして、第5位はですね、こちらも法律、弁護士関係ですね、こちらです。アイアムサムです。第4位はですね、こちらもですね、法律、弁護士関係なんですが、エリン・ブロコビッチです。そして、第3位はですね、こちらは政治関係ですね。はい、こちらです。キューティーブロンド2。そして第2位は、こちらは政治ですね。こちら、英国王のスピーチ。そして第1位はですね、こちらは政治関係です。マーガレット・サッチャー。はい、本日はですね、政治家、あるいはこう弁護士、がですね、主人公となった映画ですね、を7作品紹介しました。ぜひですね、概要欄に予告を貼っておきますので、見てない方いらっしゃいましたら、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。